かゆみのさんお疲れ様です。ゾウリと申します。ファイナルファンタジー7リメイク続きやっていきたいと思います。要は爆破して帰ってきたんだよね。じゃあ行きますか。ススまみれ粉塵まみれ、おまけに疲れてドロドロだ。待ってろシャワー、俺はとにかくご飯ご飯。ジェシーは？今日の反省かな。嘘ばっかり。結構会話通じんだね。おお。いやー明るいな。よし。お、見れる見れる。おー、ニュース見てる。本物の映像なのか、いつまでもやるんだろう。また15センターには、リチが常駐しています。すげえな。ビルまでの動画、細けいところに作りを感じる。あ、ここか。おー、いるいるよ、いる。いい子にしてたか。うん、ティファと遊んでた。おー、そうか、よーし、よしよしよし。お疲れ様。うん。それ、どうしたの？ああ。本物でしょ？珍しいね。え？意外だな。クラウド、こんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わるさ。え？バレットに話がある。うん、入って入って。マコールが爆発したんだよ。ずっとニュースばっかりなの。マリ、父ちゃん今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して念々しような。いやー、やべ、バレてるよ、こっちだ。片付けが終わるまでマリンの相手してあげてて。俺が？もちろん。わないな、マリン。ああ。てめえ！バレット！マリンに何しやがった！知らない人とは喋っちゃダメって。は？偉いぞマリー、父ちゃんとの約束忘れなかったな。とりあえず殴っとけ。偉い偉いぞ。じゃあお休みの時間も守らないとな。いや、父ちゃんとお話しする。特別だぞ。あ、そうだ、ご飯食べる？いや、報酬の話をしたい。あ、そうだよね。あのね、クラウド、ちょっと外で話そう。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。はあ、いやー、お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって、部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はタダ。ああ、助かるよ。じゃあこっち。上どんな感じだった？まあ混乱していたな。爆破が爆破されたよね。そりゃもうごめんね、巻き込んで。テレビでも言ってたの？軽率だったって反省してる。俺のことなら気にするな。これは仕事だ。うん、分かった。神羅を憎む気持ちも分かる。うん、全然ダメ。バレットたちと揉めなかった？ああ、向こうがどう思ったか知らないけどな。そう、心配だったんだ。クラウドは喧嘩ばかりしてたからね。そうだったかもな。テレビに映ってた8番街、映画みたいだった。
ニュース番組もシンラが作ってる。奴らは平気で嘘も垂れ流す。じゃあ、あれも嘘だよね。いや。そっか。ここなの。名前は展望層。部屋は2階ね。この201号室が私の部屋。でも大抵店にいるからここは眠るだけ。何もなくて恥ずかしいくらい。この202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。なんて？なんて？ああ、同郷の友達が部屋を探してるってそれだけ。まずかった？いや、いいんだ。そっちは？そこは遅いから明日になったら挨拶しようか。オーケー。いい女じゃねえかなって今。とりあえず寝起きするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから気持ちよくポーンと払いたいんだけど。 500？ 作戦の準備で物入りだったから今アバランチにはお金がないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ？あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまりあと1500だ。助かる。じゃあ明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。500って少なすぎだろ。どうやって動けるの？203か。うめき声。やばい。普通にドア開けてこんなかっこいいやつが出てきたらビビるけどよ。実際背中に沿ってるこんなもんも背負ってるやつが出てきたらビビるなんてレベルじゃねえよな。とりあえずすいませんっていう。大丈夫か？開けるぞ。肩のやつは外せや。大抵でもおかしいだろ。あ、ごめん、左腕もそうね。でもあれか、
傭兵とか鎧着ながら寝れるとか言うけど、どういう理由なの？なんか理由があるのか？でもここはアジトでしょ？うーわ。やべえ、今の光の感覚結構好きなんだよな。ティファは行ってるか？おばあさんだ。あ、大家さんだ。おや、あんたがクラウドだね。ああ、私は大家のマーレ。で、おととい来たんだって？それまでは上かい？いろいろだ。わけありか。あ、ここに流れ着くのはみんなそうさね。困ったことがあったら何でも相談しな。ティファのこともね。ティファがどうしたんだ？泣かしたら承知しないってことさ。あの子は私の孫同然だ。覚えておこう。ほら、さっさとセブンスヘブンにお行き。ティファはとっくの昔に出かけたよ。とっくの昔に出かけてるな。なんだろうな、懐かしい表現だ。いやー、ちゃんと取り込まれる。うわ、すげえ。マジかよ。ダメだ、頭の中にガンプラが出てきた。ガンプラに表現していいのかこれ。みんな気にしてる。たった1日分の収入と星、なんで比べられると思うか。おはよう。ああ、マリンが眠ってるの。静かにね、うん、じゃあ早速働く？JS フィルターの交換に行きたいんだ。ジェシーが作った汎用毒性物質除去フィルター、水の嫌な匂いが取れるって評判で、この店よりずっとお金になるんだよね。この辺りのほとんどのうちが使ってるから、新しいのを持って行って代金と古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事、聞いてる？ああ、勘弁してくれ。揉め事がないなら俺の出番はない。踏み倒す気満々の人もいるんだね。お守り代わり。さっさと片付けるか。ありがとう。ついでにスラムを案内するね。エナ、一緒に行ってくれんの？うちは早くね。回収した代金はそのまま受け取って。来たばかりで何かと入りようでしょ。助かる。それでも足りない分は後で渡すね。今バレットもお金をかき集めてるから。今日中にもらえるなら構わない。セブンスヘブンのことばっか。ミュージックディスク。フィールドを歩いているとお金や町の人々が流している音楽が聞こえてくることがあります。ああ、町の人々が流しているの？音楽が流れている場所の近くに行くと、音楽アイコンが表示されます。近くにあるショップや自動販売機、自販機などから、ジュークボックス用の音楽アイテム、ミュージックディスクを入手できます。音楽が聞こえてきたら探してみましょう。マジかよ。上から仕入れたアイテムもあるよ。いやいや、アイテム屋といえば。こんにちは、 JS フィルターの交換です。ティファちゃん、いらっしゃい。待ってたよ。あれ、そいつは？集金係のクラウドです。お代は彼に。あんた、うまいことやったな。その役目、変わってくれよ。あんたには無理だ。あ？クラウド！そうだ、せっかくだから、買い物すれば？見るだけ見てみよう。これ当てる。あー、なるほど。あ、普通に考えたらここら辺は生きていいけど。おお、買うわ。取りま買うわ。毒消しがあるのか。とりあえずあれな、俺今買った。で、え、こういうことだ。で、一応全種類だね。 OK。 毎度、今後ともご贔屓にいつでも歓迎するよ。ティファちゃんと一緒に来ればな。
それじゃまたお店で。いつもの用意して待ってます。上から仕入れたアイテムもあるよ。店の常連さんなの。買い物をするとおまけしてくれるよ。あんただけで俺にはどうだろう。本当だよな。もう少し愛想よくする。おまけ目当てで、ね、ありえない。じゃあ次の集金は展望層の大家さん。もうあった。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから愛想よくね。あー、愛想よくはできねえだろ。無理だよなクラウドには。マーレさん、フィルター交換です。ティーパー、待ってたよ。おや、あんたもいたのか。仕事だ。顔集金係を頼んだの。ちゃんとお守りよ。私結構強いからそれは大丈夫。知ってるよ。でもクラウドにやらせないと。こんな愛想なしだもの。戦うことくらいしか取り柄がないんだろ。そんなことは。顔最善を尽くす。覇気がないね。疲れてんのかい。だったら部屋でしっかり寝るんだよ。スラムの心得その1ね。そういうこと。ほれ手を出しな。マーレさんありがとう。じゃあ行くね。稼いでおいで。ん、休憩ポイントでヒットポイントで MP 全回復。ああ、宿屋ってこと。自動販売機のそばにあるベンチや自室のベッドなど休憩ポイントで休むとヒットポイントと MP を全回復することができます。あ、自動販売機のそばでもいけんだ。はい、いやー、マーレさんのおかげですぐここになれたんだ。ここは長いのか。もう5年かな。そんな話より、集金集金、次が最後の武器屋さん。もう上でも筋トレやってるけど、なんか意味あるの。なんかいかつでも持ってんじゃん。フィルター交換かな。その通りだよ。こういうところで言ってくれるの結構いいね。えい、あのフィルター全然効果ないぞ。申し訳ございません。ではこちらのフィルターを試してください。もういらないから帰ってくれ。残念です。ではここまでの生産をお願いします。なんだ、効果ゼロなのに払うかよ。代金は彼に。世の中なめてるんじゃねえぞ。払うよな。ありがとうございました。これでフィルター交換はおしまい。お代も受け取ったし、武器見てみる。それよりバレットの集金はいつ終わるんだ。今晩の開店前には。それまでまだ時間があるけど、どうする。そうだな。あのね、アイデアがあるんだけど、聞く。本格的に何でも屋を始めるなら、まず縁を作るべきだと思う。ご縁はお金より大事だから。スラムの心得か。うん、縁が仕事を呼んで、いい仕事をすれば評判が立って、それがまた縁を呼ぶの。どうすればいい。自警団の仕事を肩代わりとか。ほぼボランティアだけど縁はつながるよ。やってみよう。詰め所は誰もいなかったから上に行ってみよう。え、その前に武器よ。武器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 よ。ああ、チンピラに見せる品はねえ。行った行った。武器屋、覗いていかないかい。スラムで暮らすなら一人に一つ武器屋持とう。自分に合う武器は武器屋で相談。結構長く喋ってないと。なんとかしねえとな。ここか。あ、今日は二人が当番なんだ。あ、もしかしてクラウドさん入団希望っすか。場合によってはな。自警団は何をするんだ。うん、いろいろあるけど、まず居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、住民に自衛法を教えたり、
それがメインだ。自分の身は自分で守る。これスラムの心得っす。クラウドには実績が必要なの。いい評判、いいご縁、それを自警団で作れないかなと思って。もってこいの話があるっす。俺たちじゃお手上げのモンスターだ。金は出せないが俺らなりの礼はする。そうだな、まずはその剣改造してないだろ。ああ、小細工なんていらない。それなんかの誓いか。改造すればあんたもっと強くなるぜ。おお、強くなろうよ。おせっかいだろうけど手順を教えるな。お、アップグレードウェポンズ合ってるよね。武器を強化できるようになりました。スキルポイントを武器に割り振り、武器スキルを解放してみましょう。チュートリアル開始。アップグレードを行います。まず強化したい武器を装備しているメンバーを選びます。A を押してクラウドを選択してください。はい、次に強化する武器を選びます。じゃあ、やっぱりいろんな武器はちゃんとあるんだね。なんという無駄な演出、必要かこれ。武器スキルを解放して武器を強化しましょう。武器スキルを解放に必要な SP スキルポイントは、武器ごとに、最大1まで振り割ることができます。節約せずに使い切ってしまいましょう。 L か十字キーを選んで武器スキルを解放。はい、あーなるほど。じゃあまず、ああ必要なのが4ってことか。っていうことは溜まってるだけ無駄ってのはそれだね。ああなるほど。はい、で2だからできません。おお、あ、ちゃんと赤くついてるんだね。武器を自動、武器強化を自動モードにすることもできます。武器を選択して Y を押せば自動モードが選べます。気軽にプレイしたいときにお試しください。あ、なるほど。武器を強化しました。武器スキルを解放することで武器の基本性能は向上し、マテリア穴でいいのかなが追加など効果が得られます。キャラクターのレベルアップしたときにスキルポイントの最大値が上がると武器レベルが上昇します。武器レベルが上がるほど武器スキルの種類や数が増えていきます。さまざまな武器を強化していきましょう。チュートリアルは終了です。増えんねや。アスターソードなのに増えんの。できたか。ま、使いながらいろいろ試してみるんだな。ああ、うん。それから俺らなりの例その2、何でも屋の宣伝だ。ウェッジがいればすぐにスラムに知れ渡るよ。クラウドさんのためなら腹ペコでも街中を練り歩くっす。で、モンスターはどこにいる。瓦礫通りだ。頼んだぞ。クラウド、一緒に行くね。一人で十分だ。でも、いや、一緒に行こうよ。道知らないでしょ、うん、そうだよ、それが問題だよ。任せて。スラムで一番のガイドよ。最強のガイドだ。かあ、綺麗ですね、この人。どうやったらこういうものがスラムの西の方作れるの。モンスター避けの防護壁の向こう側、念のため準備はしっかりね。協力者を選定中。よし、っていうことはレベル上げができるかな。ジバちゃんに怪我させんなよ。任せろよ。ここが瓦礫通り。モンスターが喜びそうなところだ。本当だよね。うん、ゴミもモンスターも増える一方。え、早速お出ましよ。クラウドの腕前見せて。やいや沈め。でもスキファーはどんな風に戦ってんの。よし、これあれかな。すごい、
これがソルジャーの戦い方？ほんの肩慣らしだ。余裕だね。どんどん退治しよう。いやレベル上げをしたいんですよ。痛い。いや、RPG の基本です。はい、終わりだ。終わってなかった。沈めろ。それ。仕上げだ。でもキーは戦って。どんな風に戦ってんの？やって。くしゃ、100って来なかった今。よし、お、いいね。お、なんかある。霊気買わなきゃよかったみんな同じこと思ったんじゃない？これ買った後にこれ見つけると、うん、これあれかな、何周かすればレベル上がるかな。そしたら俺カットしてレベル上げまくる。よいいねーよ、チキショウ。こういったな。一回、あーでもどうなんだろう。一回寝て戻ってきたらまた敵が復活してますよ、的なことなんだろう。はいはい。はいはいはい。よっしゃ。消えろ。はい。あれ？ですね。クラウドがいればモンスターなんてもう怖くないね。自撮り外出するかな。勝負で動いた。はい。これで。自分の身は自分で守る。はいはい、さて。これはスラムの心得なんだ。覚えるのか。バンス。さあ、もう一息頑張ろう。俺番号を覚えておくのが何個目だよ。あいつ、そろそろモンスターは片付いたかな。どうせすぐ湧いてくる。後ろ向きだな。束の間でもこの町に平和をもたらしました。めでたしめでたしでしょ。そうか。すぐに評判が広まると思うよ。さ、ビックスたちのところに戻ろう。 OK。 おい、モーグリメダル何の意味があるんだろう。あれ、これ光ってるけど、これあれか、宝箱か。お、形が違う。形が違うのもあんのか。絶対見落とすな。こんなに自分信用できませんよ。なるほど。だったらとことんやって、あれまだあった。いやー、よいしょ。こっちが霊気あったのこれね。で戻るってことか。シャージャー戻るぜ。いい。でどこ行くの？協力者を選定中。そうだよ、でけえ剣だなんて。いや、そりゃそうだよ、本当にでけえと思うよ。見て見て、最新のモンスター討伐中だよ。これ実際何キロあんの、この剣。もう戻ったのか。待ってよ、ちゃんと倒したよ。見渡す限り根こそぎ。さすがの早技っす。助かったよ。俺らもしっかり宣伝しといたぞ。そうらしいな。だが一体どう伝えたんだ。まあまあ、仕事を真面目にこなしていれば評判はどんどん上がっていくよ。剣の調子どうだ。ああ、いい剣だな。お前との絆を感じる。ああ、ずっと一緒。あ、クラウド、なんでもない。村を出てからのこと聞きたいな。退屈な話だ。それでも聞きたい。まだ時間あるし、仕事探しがてらどう？
俺も行くっす。ウェッジはダメだ。ええー。二人とも行った行った。また今度ね。ひどいっす。ちょっと気を使えよ。幼馴染の久々の再会だろうが。仕事を始める前に新しい武器を調達すれば？必要ない。武器屋さんもクラウドの評判を聞いてれば歓迎してくれるよ。行くだけ行ってみよう。え？武器屋？武器屋？根こそぎ倒されたってよ。武器屋？俺が活躍するはずだ。宿直室の屋根穴が開いてるよ。奴が悪い。武器屋武器屋。強いの。なる。あんた。どんなモンスターも倒す。何でも嫌なんだって。早速評判になってるみたい。だとしたら。さっきは悪かったよ。武器が売れなくて気が立っててな。仕事で武器が必要じゃないかと思ってよ。よかったらそいつを使ってくれよ。詫び代わりだ。強えやつが使えばうちの宣伝になる。よろしくな。ああ。どうだ、他のも見ていかねえか。見るだけだ。はけえな。うん、ん？ああ、なるほど。マテリアを重視してるってことね。ああ、なるほど。戦火。おい、買っちまったぞ。霊気を買ったのが一番いらねえじゃねえか。おー、リレイズがつく。精神、魔力、体力、力。よし。OK。また寄ってくれよな。寄るぜ。武器アビリティの取得。新しい武器を入手し、武器アビリティの取得ができるようになりました。できるようになりました。武器アビリティは熟練度がマックスになると、自らの能力として習得でき、武器を変更しても使用できるようになります。自由に武器を装備替えしながら多くのアビリティを習得していきましょう。ということは武器を変えてレベル上げろとか。バスターソードの武器アビリティは最初から熟練度マックスで習得します。新しい武器も用意したことだし、お仕事始めよ。まずはワイマーさんのところに行ってみない？どちらさん？誰だ？自警団に来る依頼をまとめてる人。ほら、何でも屋の仕事が見つかるかも。どこにいる？そろそろ詰め所に戻ってきてると思う。なるほどね。よし。待ってね。おお。なんだろうな。この画面見れんな、ずっと。この二人はいいな。ちょっと待って。武器、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 武器。ん？これ武器の強化？おお、今の画面で装備見れんの？ちょっと待って。違くね？あ、防御力。これカウンター。ガード時の物理弾ダウン。あ、なるほどね。あ、こっちはこっちで、あんの？あ、なるほど。OK。違う。これどうやって装備変えんの？なんだ？まあいいや、とりあえずあれだ。銃あんのか。じゃあこんな感じかな。こっちは防御重視っていう感じ。 OK。どうやって装備変えるんですか。ん？装備中を優先する。お、やばい、わからない。やばい、わからないよ。オッケー。オッケー、なるほどね。オッケー。あ、じゃあティワも上げられるんじゃね。あ、そう、本当だよ、やばい。はいはい。おお、こっちはこっちで赤色かよ。ああ、なるほど。で、また同じだ。じゃあ、あれだ。
こんな感じかな。あ、でも一ポイント上げるとも一つの手だったな。よっしゃ。